話したいなら。今日はいいよ。本で見ました。男性の9割は恋人と手をつなぐのが好き。この子って静電気がビリッときた時、あんたも巻き添えにしてやりたいから。あー、もうなんなのよこいつ。好き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 。名前で呼んでくれたら嬉しいなって。あっ、わ私もカラネはかり、うん、やびやー。ちなみにレンタロウくんはいうことは、先にキスをした方がファーストキスの相手。これは是が非でも。じゃあはい、あーん。ほら口開けなさいよ。あーは、はい。それは目という穴であった。私もボッキーを持ってきたんです。あーという名のボッキーゲーム。落ち着いて二人とも。ああ、別にそあなたといると隠し事もできませんよ。俺なんかとキスがしたくて。どちらが先にという話になってしまうでしょうから。でも大丈夫、俺に任せて。好き。キスの順番を全員知らないようになんて。仮に別々の場所でしたとしても。すごい、なんて完璧な計画。他の二人には見えてないんだから。そう、犯罪の香りがしますね。いいんですよ、レンタロウくんなら。もっとすごいことでも。そういうことするならするって。言われる方ですよ。はぁ、恋愛経験豊富な頼れる彼。ちょっとレンタロウ、一体どこへ。どうしてこんなことを。レンタロウ君を好きでもないドブなんかに。破壊の値段に取られた方が100万倍マシよ。え、血もなくはないですけど。わかんのよ。ああ、この子も本当にレンタロウのことが。俺の思い過ごしだ。シュギーシャワージェー。勝手に盛り上がってんじゃの。この間の卵焼きを喜んでもらえたので、レンタロウくんのためにもっといろいろ作ってみたいなって。私もちょうど料理のこと調べようと思ってたのよ。あ、ちょっとカラネさん、私にも見せてくださいよ。私が先に見つけたのよ。